お、カラオケ館だ。カラオケ館ね、練習しないといけないからな。すいません。いらっしゃいませ。あ、どうも。はい、こんにちは。いや、カラオケ館できたんですね。カラオケ館、ええ、できてないですけど。いや、できてるじゃないですか。あ、うちカラオケ館じゃなくてカラオケタッチです。あ、漢字違う、はい、漢字違うわ。あ、カラオケ館じゃないですか、タッチですね。カラオケタッチ、はい。あの、全国的にあのカラオケ館ありますけど、それとは。あ、関係ないです。色は一緒ですけどね。あ、そうですか、ね。いや、嬉しいな、近所にできて。あ、そうですか、ね。あの、一人なんだけど、行ける？相部屋ですけど、大丈夫。やだよ、お前。スナックじゃねえんだからさ。はい、いや、一人にしてくれよ。なんかあったんですか？よかったら話聞いてみて。そういうつもりでね、一人になりたいわけじゃん。一人カラオケ。一人カラオケ、うん、今、あの、カラオケボックスに一人で行ってこうやって練習する人すげえ増えてるじゃん。あ、ちょっと聞いたことないですね。聞いたことない。はい、いや、今全国的にあるみたいで、一人カラオケっつってね。カラオケボックス一人で行って、はい、なんか大会とか、はい、そういうためにね、こう練習するんだって、一人カラオケっつって。ちょっと何言ってるか分かんない。何なんだ、お前。じゃあいいよ、第1号で。あ、そうですか。そうだよ。はい、一人なんだけど行ける？あ、大丈夫ですよ。あ、料金体制どうなってるの？37分で130円。37分、はい、37分なんだ。はい、変わってんだ、はい、お時間どうなさいますか？1時間で。8時間で。1時間で。誰が一人で8時間歌うんだよ。1時間フェスか、お前。俺フェスか、お前。俺ロックか、お前。何ですか？何ですかじゃないよ。いいよ、別にそんなに聞こえてないんだったら。あ、そうですか。そうだよ。歌は何歌われますか？決めてねえよ、まだ。いや、フェスじゃないんだから、セットリストとか組んでないんだよ。あ、そうっす。そうだ、当たり前だよ。何笑ってんだ、はい、お前、はい、で、あの、歌い放題で1時間歌い放題、うん、あれでもよく考えたらあれですよね。え、歌い放題ってなんかバカみたい、ね、バカみたいってなんだよ。いいだろうが、歌い放題、お前、放題だろ、放題がバカみたいなんだよ。なんかそうですね、食べ放題とかちょっとバカみたいだもんな、はい、何笑ってんだ。あ、すいません。1時間、1時間、1時間、うんうん、あと、うちですね、あの、うん、携帯で会員登録されると割引なんかありますけど、どうなさいますか？あ、そうなの、はい、いや、近所だからやっとこうかな。あ、本当ですか。じゃあですね、こちらの手順を読み、いや、分厚いな、おい。すげえ分厚いじゃん、これ。ちょっと多いんですけど。いや、広辞苑並みだよ、これ。はい。あ、これ読まないとダメだ。そうなんですよね。じゃあ、いいです。やめときます。なんか8時間ぐらいかかりそうだ。あ、そうですか。うん、これはいい。あと、あの、うちワンドリンクをオーダー制になるんですけども。あ、そうなん。じゃあ、はい、ウーロン茶。あ、お部屋から注文してもらっていいですか？何なんだ、お前。めんどくせえな。すいません。分かって。はい。あと、マスカラスとかお菓子。マラカスだろ。カラオケマラカスでしょ、シャンシャンシャン。マスカラスって、お前、見るマスカラスって覆面レスラーだよ。千の顔を持つ男って、はい、弟ドスカラスだろ。これなんですけど。マスカラスだ。マスカラスだわ。はい。当たってたわ。はい。え、何これ、マスカラスだ。あ、コスプレですね。あ、そうなの？あの、仮装して盛り上がったりする方いらっしゃいます。あ、これ被って歌うんだ、はい、あ、そんなやついんの？はい、いや、俺大丈夫です。あ、これで大丈夫？いや、これいらないです。これ一人でこれ被ってたら俺がもう見るマスカラスじゃん。そうですね。何が面白いんだ、お前。はい、すいません。一人のやつにお勧めしてんじゃないよ。はい、わかりました。マイクは4本でよろしいですか？いや、1本でいいわ。デュークエースですか？1本で。1本でいいよ、はい。じゃあ、こちらにマイクと伝票の方を入れておきますんで。あ、そうなの。はい、こちら。あ、こんなセカンドバッグみたいなの入れてんの？あ、こんなセカンドバッグみたいなやつ。はい、あの、昔のプロ野球選手のオフみたいになってる。契約更改みたいな、はい、終わったらあのサービスでお持ちになって。いや、いらないです。いらないです。あ、そうですか。うん、恥ずかしいし。ああ、昔のなんか工藤公康みたいな。あ、はい、東尾修とかさ。あ、ねえ、江夏豊みたいな。北別府学とか。いや、わかんねえんだったらいいよ。すいません、ちょっとわかんない。無理して笑わなくていいんだから。すいません、ちょっと野球あんまり、はい、なんかこういうのやってたから。あ、そうなんですか、うん、部屋どこよ。あ、こちらまっすぐ行った突き当たりになりますんで。あ、ほんと？はい、ごゆっくりどうぞ。うるせえ。え？おい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 、はいはい、お前、部屋違くねえか。え、違いました。なんかお前いっぱいいたんだけど、人。あ、すいません、お部屋間違えましたね。間違ってるでしょ。そちら80名の団体のお部屋。いや、すげえいっぱいいたよ。すいません、俺ブワーって入ってったからな。みんな見ますよね、それ。いや、みんな見てたよ。すいません、間違っちゃった。間違えんだよ、お前、部屋。突き当たり左ですね。突き当たり左だもん、はい、うん、で、また突き当たりを左、左、左で、その次の突き当たりを左、また左で、こちらのお部屋。ここじゃねえか、じゃあ。ここじゃん。はい、なんで一周させんの。すいません、はい、ここね。はい、間違えんなよ、お前。すいません、はい、恥ずかしいわ。あと、お部屋入りましたら、お静かにお願いできますか？正気か、おい。気は確かか、お前。え、なんかカラオケボックス入って静かにすんの？あの、隣の部屋で寝てる方いらっしゃる。知らねえよ、そんなの。そいつ起こせよ、お前。すいません、はい。なんで俺そいつに気づかなくちゃいけない。できれば子守歌中心で。やだよ。すげえでっけえ声でいろんな歌歌うし。うん、わかりました、はい。ふざけんじゃない。はい、ごゆっくりどうぞ。うるせえ。よしと。歌いまくるからね。よいしょ。はい、もしもし。はい。
はい。あ、はい、大変申し訳ございませんでした。はい。あ、二度とこういうことないように、はい、注意しておきますんで。はい、すいませんでした。はい。何歌うかな。はい。あ、はい、サプライズのケーキの方。はい。後ほどお持ちいたします。はい、失礼します。アグネスちゃんね、アグネスちゃん。はい。あ、もしもし。はいはい。あ、お時間59分前になります。いや、気になってないよ。全然気になってないけど、今入ったばっかりだし。大丈夫ですか？何これ、毎分くんのこれ。大丈夫ですかね。何ですか？あ、あとですね、はい、あの先ほどのお部屋からちょっとクレームが入りまして。クレーム？はい、急に変なやつ入ってきたぞっていうことで。いや、知らない。お前が行けって言っただろうが。はい。お前が行けって言ったから俺行ったんだろうが。あの行けって言ったのは僕なんですけど、うん、入ってったのはお客さんじゃないですか。お前が悪いだろ、どう考えても、お前が謝るよ、知らねえよ俺。なんで、こういうことがありますと次からの出入り禁止っていうことになる。いや違う違う違う、お前考えろ。どう考えてもお前悪いだろ。お前が行けって言わなかったら俺行ってねえんだからさ。わかりました、わかりました。じゃあ今回はあれですけど、うん、その次から単独でそういうことをやられますと。なんで俺の独断で行かなくちゃいけないんだ。行かねえよその部屋、はい、いっぱいだからな人。そこだけ俺バッて入ってったからさ。はい。ふざけんな。すいません、お願いします。あとあのウーロン茶。お客さん、なんで？さっき聞きましたよ。お前が部屋から頼めって言ったってわけ。2つってことですか？てめえが部屋から頼めって言ったの。さっきおくらうろちゃん2つでいいんですか？2つじゃねえ、1つだよお前。1つなんですか？入ってきたばっかりだ。まだ全然喉乾いてない。1つで、はい、わかりました。ウーロン茶ね。はい。あとさ、はい、ちょっと小腹空いてんだけど、はい、なんかフードメニューどうなってんの？あ、今ですとズワイガニしかないですね。どういうことだよ。どういうことなんだ。はい。あのポテトの山盛りポテトとかないの？あ、山盛りズワイガニしかないです。なんだよそれ。いや、タコの唐揚げとかさ。あ、ズワイガニの唐揚げしかないですね。白い恋人とかないの？ズワイガニの恋人だったら。どういうことだよ。気持ち悪いな、まあ、はい、いらない、いらない。よろしいですか？いらない。すいません、ごゆっくりどうぞ。うるせえ。なんだあいつ。あー、何歌うかな、大泉逸郎。大川栄作ね、いろいろあるな。LR いいな、LR。LR 歌えっかな。ああ。I'm looking on your door. I'm looking on your door. いつまつぐせめぎ合うロンリー。You nothing but thing だ。こういう歌だっけかな。ダメだ、ここしか知らねえ。なんかねえかな。あ、大江千里あんじゃん。千里大江ね。かっこ悪い振られ方、肩。かっこ悪い振られ方。ゆねせんべってんげ。違うの歌おう。あ、これいいじゃん、これ、これ歌おう。あー、ヘイヘイヘイ、あーあーあーあん？何止まったな。何止まってんのこれ。ちょ、もう一回入れよ。ヘイヘイヘイ、はあああ、うん、はあ、ん？何これ止まるんだ。おかしいな。ちょっと適当に入れてみようかな。いや、もうイントロクイズじゃねえか。イントロクイズだよ。なんだよこれ。ダメだ。ちょっと電話しよう。はい、タッチです。お前んちか、ここ。お前お前んちみたいに出んじゃねえよ、バカ。お前、はい、フロントですって出ろよ。フロントです。はい。いや、あのさ、はい、あの歌いたくてこう曲入れるじゃない。はい。そうするとあの途中で切れちゃうんだけど。あ、それはお客様の歌唱力に問題がある。歌唱力関係ないだろ。お前、喉自慢か。お前まだ歌ってないんだよこっち、はあ、歌う手前でもう曲が切れちゃうの。そんなことないと思いますけどね。俺もそんなことない。俺も初めてだよお前、いや、ちょっと見に来てくれ。あ、じゃあ30分以内にお伺いできればな。なんで30分かかるんだよお前。ぶっ壊れた機械の前で俺30分何してないんだよお前。いや、俺今日すげえ歌いたくて来てるから、むしゃくしゃしてるからさ、
歌おうと思うと切れるとこってどうなってんの。俺誰と喋ってんのこれ。誰と喋ってお前じゃなかったこれ。ほいって言ったじゃないですか。いやこっち処理しろよ。すいません、はい。何を普通に来てんの、はい、どちらの機械が。機械これしかねえだろ、1個しかねえだろ、これだよ、はい、それこれ見てくれ、これ、はい、絵画展か。何後ろに手組んでこうやって見てんの。見ろって言ったじゃない。いやいじったりしろよ。あ、お客さん今日どちらからいる。俺をいじるな。俺いじってんじゃない、機械いじれ。あ、機械直せ、いじったりなんだりして。じゃあマイクでちょっと声出してもらって。いやマイク大丈夫だよ。ああマイクは問題ないんだよ。マイクは、マイクは大丈夫そうですね。いや前も一回こういうことあったんですけど、その時は業者が来てすぐ直ったんですよね。それからそういうことなかった。エコーがうるせえな。エコーばっかやってんじゃんこれ。なんでエコー最大にしてんの、はい、バカじゃないのお前。なんか曲適当に入れてみますんで。いや多分途中で切れるよこれ、はい。いや多分途中でまた消えるんだよ。エビカニエビカニエビカニ消えねえな。エビカニ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 エビ。なんだこの歌、なんだこの歌、エビカニエビカニ、何なのこの甲殻類の歌。気持ち悪い。これなんて歌だこれ。格変。やかましいわ。何が格変だバカ。ローマ字で格変。知らねえ。表記は知らねえんだよ。だ治ったなんて出てけ出てけ、はい。じゃあごゆっくりどうぞ。うるせえ。治ったなんていいんだよ。なんだあいつ。何あいつ。なんでまた入れてったのこれ。エビカニ。エビカニ。え？エビカニ。エビ。いやなんで入ってくんのお前。なんで入ってくんの？流れたから呼んだのかな。呼んでねえよ。あ違うんですか。これ何自分の歌みたいに入ってきてくる。お前のテーマソングかこれ。違いますか。いや入ってくんなよ。あすいません。はい、で出てけ。はいごゆっくりどうぞ。すいません。うるせえよ。はい。なんなんだあいつそんとに腹立つ。これどうやって消すの。いやこの部屋じゃねえよ。この部屋じゃねえから。あ違います、すみません。俺誕生日だったら一人で何やってんだここで。お前なあ、あっちの団体の。ふざけんなお前。ケーキちゃんと持てよ。こうやって持ってんのお前。楽しみにしてる人いんだろこれ。団体のお部屋でしょ。なあ、はい、お前何ずっといんだ俺の部屋。お前と一緒に来てるみてえだよなあ。すみません、はい、もういいわ俺も帰るわ。いやまだお時間あります。もういいよ全然ゆっくり歌えねえ。いやちょっと待って腹立つわ本当に。壁壁なんとなく壁あっただろお前。すいません、はい。スッと来てんの。はい。いくらだよ。いやもうお代結構です。いやいいよ金払えよお前。また来た時あれだろ金払えるやつだとか言うだろ。あじゃあ13万円バカじゃねえのかえ13万かかんの。機械の修理代とかかかると思う。知らねえ。あれ俺がぶっ壊したわけじゃねえだろ。じゃあ100円で結構です。100円な。100円で、はい、はいちょうど。はいすいません。ふざけんなお前。あ、すいません、20円のお返しです。80円じゃないかしら。なんで20円送っとんだ。すいません。好きだなこのくだり。はい、ありがとうございます。いっぱい入れやがっと。はい。もう二度と来ないかんな。あ、ちょっとお待ちください。なんだよ。こちらウーロン茶になります。いらねえ。